皆様こんばんは。ゆっくり歌劇団のレンタメンテルカさん本人でございます。この度は長かったスペイン編が今日で最終回になり、大変申し訳ありません。なんか3日間ぐらいずっとうるさい車を見てた気がします。前回走行楽しかったな。というわけで本日私たちはスペインを後にします。最後の締めに、私ゆっくりさんがスペインで乗ってみたかった列車その2に乗り込みます。現在地は首都マドリードのジャマルテン駅、その構内にあるスペイン国鉄のラウンジで列車の出発を待っています。これから乗車するのはトレンオテルという今や数少なくなった夜行列車です。英語ならトレインホテルですね。国土が四角く、面積がヨーロッパで2番目に広いスペインは、地方都市から首都のマドリードまでの移動に時間がかかります。そんな中でトレンホテルは走る豪華ホテルとして、またある路線ではビジネス寝台特急として全土に路線を展開してきました。一部の列車はフランスのパリやスイスのチューリッヒ、イタリアのミラノへ走り、国際列車としても活躍していたのです。8年ほど前、ミラノ駅の車庫でスペイン行きの寝台を見かけたゆっくりさんは、いつか私もあれに乗るぞと密かに決意していたそうです。しかし国際寝台列車は季節によって乗車率にムラがあり、採算が悪いことから2012年から13年にかけて次々に廃止、国内路線も高速鉄道網が整備された影響で20本近くあったルートはわずか4路線にまで数を減らしてしまいました。今日はそんな中で生き残った路線の一つ、ポルトガルのリスボン行き国際路線に乗車します。トレンオテルはリーズナブルな座席車両と数種類の寝台客室から構成されます。寝台はすべて個室で、お手洗いが共同の4人部屋と2人部屋、そしてお部屋にシャワールームまである一等寝台を連結しています。一等寝台の名前はグランクラーセと言います。 JR 東日本の新幹線特等席グランクラスに名前がそっくりですね。でもこちらの方がはるか先に登場してるんですよ。グランクラーセは1編成の中にたった5部屋しかなく、切符も高額で2万円以上します。けどゆっくりが、私はデリケートだから一等個室寝台じゃないと夜しかぐっすり眠れないんだよっていうもので奮発して取ってやったんです。まあでもいいじゃない、こうして専用の待合室が使えるんだから。一等寝台グランクラーセのお客さんは各地の主要駅にある国鉄のラウンジを利用可能です。中ではちょっとしたスナックやドリンクがいただけます。入室ができるのは出発時刻の2時間前から、実は僕たち乗り遅れがあってはいけないと3時間も前に駅に到着してしまいましたが、一度早すぎると入室を断られていました。このラウンジは一等寝台の利用者以外に高速列車の上級席を正規料金で購入した人も利用しますけれど、夜の8時を過ぎると各地へ旅立つ高速列車は全便が出発済み、ラウンジの中は寝台列車の利用者が何組かいるだけになり、急に静かな雰囲気になりました。それでは乗車時間になりましたのでホームに降りてみましょう。今宵の音も、そしてスペイン最後の列車も、もちろんタルゴ、短く低い車体と一軸の連接車輪が特徴の客車列車です。なんかだいぶ古くないですか？そりゃあ現役のタルゴの中では最も古い部類だからな。このタルゴは1979年に生産が始まった第4世代および第5世代と呼ばれる車体、素材をステンレスからアルミに変更してさらなる軽量化を施すとともに車体傾斜システムを導入した。この世代で用いられた技術と基本構造は現代の最新高速車両にまで受け継がれている。車体傾斜装置があるってことは、つまり振り子式の寝台列車なんですか？ペンドリーノと違って遠心力で動く自然振り子式だけどな。トレンオテルの編成は8両1組のユニット構造になっています。
タルゴは、連結部分に車輪があり、2両分の車体を、一箇所で受け持っているため、1両単位での、切り離しや、増結はできません。編成は、まず両端に、ディーゼル発電機を積んだ、電源、兼、荷物車を配置。間に、お客さんが乗り込む、寝台車と座席車、そして食堂車が挟まれます。端の車両は、両方とも業務用車両ですから、一般のお客さんが立ち入れない車両が、2両もあることになります。そういえば、電源車がある客車列車って、初めてですよね。言われてみればそうかも。今まで乗った客車は、電化、非電化を問わず、機関車から電源をもらう方式だったもんな。トレンオテルは、途中で進行方向が変わったり、国際路線では、国境で、牽引車両を交換する。機関車を列車から外すことが多く、牽引車両から電気をもらう仕組みだと、車内電力の供給が、たびたび途切れるので、専用の電源車をつけているのだ。でもちょっと残念ですね。ドイツやイタリアの寝台列車は、最後尾車両が、ぶつ切り状態なので、一番後ろのデッキからは、過ぎ去る線路と景色を眺められます。ですが、トレンオテルは、そうした車窓を見ることが叶いません。スペインを走るタルゴ車両は、両端が、電源車になっているか、機関車が繋がれているので、後面展望が見られないんです。今日の列車は、少し世代が古いだけあって、扉が内開きの、手動式です。手動ドア、といえば、イギリスのエッチャンが有名ですね。けど、スペインにもまだ、現役の車両がいるんですよ。この車両は、マドリード、リスボン間を往復する、専用編成です。経路がいつも同じなので、ドアの横にある、行き先表示は、昔ながらの、板、がはめ込まれています。余談だが、トレンオテルは、スペインの二大都市、マドリード、バルセロナと、北西の地方都市を結ぶ、国内系統がある。なぜかあちらの方が、車両が新しく、スライド式の自動ドアや、電光式の行き先表示などが装備されている。ドアに関して、驚いたことがもう一つある。この車両は、扉が1両につき、1箇所しかないのだ。え？そんなの、優等列車ならよくあるじゃないかって？確かに、一般的に、ドアが1つ、という鉄道車両は、特に珍しくもない。これは、側面から見て、扉が1箇所のものを指している。けれど、反対側の側面にも、同じ出入り口があるので、1両には、合計2箇所のドアがあることになる。しかしこのトレンオテルは、通路がある、片側の側面にしか、扉が存在しない。個室がある側には、ドアがないのである。なら、ホームが通路と反対にある駅は、降りられないの？なんて心配してしまいますが、問題ありません。車内は1両ずつ、交互に通路を配置し、反対側にも扉が来るよう連結していますので、ホームが、左右どちらにあっても、ちゃんと乗り降りができるんです。車内を移動すると、1両ごとに、通路が逆になって煩わしいのと、駅によっては、自分の乗る車両に、直接出入りできないのが欠点でしょうか。車内に入ると、廊下も個室も、ピンク色をした、プラスチック製の壁が目を引きます。グランクラーセは、1両に、5部屋が設けられ、1部屋の定員は2名です。夜の遅い時間に発車するため、室内は、すでにベッドモード。枕元には、スペインと、ポルトガルの、両国鉄のロゴが書かれた、アメニティグッズが置いてありました。中身は、歯ブラシ、ポケットティッシュ、耳栓、アイマスク、などなどです。そして、ベッドと反対側の壁には、シャワーとお手洗いが配置してあります。お湯は、ボタンを押すと、一定の量が出る仕組みです。特に制限時間などはありませんでした。各部に若干、年季が入った様子が見られるものの、全体的に、明るい色使いをしています。以前ご案内した、スウェーデンの夜行列車より新しい、はずです。けれど、あちらよりコンセントの数が少なく、電子機器や、撮影機材の充電に、ちょっと苦労しました。ちなみに、トレンオテルは、まだ日が出ている時間から走り始める路線の場合、下段寝台は、壁に収納され、その下にある座席が、しばらく使われます。走行している間に、短い警笛を鳴らし、列車は動き始めました。この列車は、午後9時45分発、トレンオテル、332号。愛称は、ルシタニア号と言います。ルシタニアとは、ローマ時代、ポルトガルと、スペイン西部にまたがっていた地域の名前です。
ルシタニア号は、一晩かけて、スペインの西側半分を横断し、翌朝7時に、リスボンに到着します。マドリードから見て、リスボンは、南西の方向に位置していますが、列車は一度、北に進路を取ります。そして、深夜12時過ぎに到着する、メディナデルカンポ、という町で、フランスから来る、もう一つの列車と連結。計16両の長い編成を組んでポルトガルを目指します。あちらはスペインとの国境に位置するフランスの町アンダイエを夕方7時頃に出発する列車です。名前はシュドエクスプレスといい、およそ12時間かけてスペイン全土を横断します。2つの列車が連結する町メディナデルカンポは、今までマドリードから2時間30分ほどかかりましたが、2015年に高速列車が登場。まだ運転本数は少ないながら、所要時間が1時間前後にまで短縮されました。便利になったと言ってもなぁ。高速鉄道を使って一瞬で移動するなんて味気ないじゃん。と思っているそこのあなた。甘いですね。メディナデルカンポに行く高速列車は、心在直通列車。何度も繰り返しになって、申し訳ないですけど、スペインの鉄道は、在来線と高速線で、線路の幅が異なります。メディナデルカンポに行く高速列車は、街の直前まで高速線を走り、車輪の幅を変えて、在来線に乗り入れるんです。鉄道ファンにも楽しめる高速鉄道だと思いますよ。あれ？そういえば、このトレンオテルは、高速線を走らせられないの？これ以上時間を短縮したって意味ないだろ。寝る時間が少なくなっちゃうよ。それにですね、リスボン線に使われている車両は幅が広い在来線専用車で、車輪の幅が変えられないんです。一部は昔パリやチューリッヒ線にも使われていた機関変更構造なんですけど、両端の電源車なんかは国内専用車で、車輪が固定されています。それから、先頭にいる機関車も、車輪の幅が変えられません。客車がすべて、可変機関構造であっても、線路を切り替えるたびに、何度も機関車のつなぎ替えが必要になりますから、せっかく短縮した時間を、ロスしちゃうんです。そういえば、可変機関構造の機関車ってないの？セリ H30 なんかで使われてる車両以外は、まだ開発中で、実用化には至っていないそうです。あ、そうだ。もう一つ質問。この前ゆっくりさんは、機関変更装置を、マドリードから200キロ以上離れた、サモラまで見に行きましたよね。こっちの街でもよかったんじゃない？それがさ、メディナデルカンポの施設は、調べたら、線路の周りが私有地で、一般人が立ち入れそうになかったんだよ。その点、サモラは、すぐ近くに歩道橋があり、見物が容易なんだ。設備的に面白いのは、メディナデルカンポの方なんだけどな。ここには、動く、機関変更施設ってのがあるんだよ。今現在、世界で唯一、フリーゲージトレインが、日常的に多数走り回る国、スペイン。実はこの国には、機関変更装置の種類が、2つ存在する。1つは、タルゴに採用されている方式。これは、1960年代に開発されたものが、元になっている。以来、互換性を保つため、基本の構造は変えられずに、現在まで使われ続けてきた。おかげで、信頼性は高いのだが、車両、レールともに、構造が複雑で、乗り心地が悪いという欠点が、常につきまとっていた。これをなんとか、シンプルにできないだろうか。ということで、1999年、別の方式が新たに考案された。従来の方法は、車輪を動かす以外に、ロックの解除、固定のために、何本ものガイドレールが必要だった。それを新方式は、車体を持ち上げ、ただ車輪をレールから離すだけで、自動的にロックが外れるようにしたのだ。確かに、聞いただけでも簡単そうに思えます。ところが困ったことに、この二つの方式は、一切の互換性がない。以前ご紹介した、サモラの切り替え施設は、タルゴ専用に作られていて、新方式の、機関変更装置を搭載した車両は、乗り入れが不可能。逆に、新しい方式にのみ対応し、タルゴタイプが通過できない施設も存在する。切り替え設備のせいで、それぞれの列車は、走行ルートが限られてしまうが、運用を考えると、車種を問わず走らせたい。そこで、切り替えレール自体に可変機能をつけ、新旧両方の方式に対応させた装置が開発された。
メディナデルカンポにある施設は、その中の一つだ。しかしそれはそれで、運用とか整備に、コストがかかりそうですね。そこなんだよ。愛さんよく気づいた。普通に考えればわかると思いますけど。それにこの施設は、車両を通過させる際に使う、水の問題もある。機関変更装置は、新旧どちらの方式も、車輪をレールから離すため、一旦、周囲のフレームの部分で、車体重量を受け持ってもらう。そしてそのまま、ガイドレールの上を、強引に滑らせるのだ。この動きをスムーズにし、各部の摩耗を低減するために、金属が擦れ合う部分には、水を撒いている。だが、このガイドレールを設置している部分は、堀のようにくぼんでいるため、撒いた水が、どうしても集まってしまう。暑い地方なら、短時間で蒸発していくので問題がないのだが、メディナデルカンポは、冬の夜など、気温が氷点下を下回ることもあり、可変気候内部で、水が凍結するのである。すると、ガイドレールの切り替えができなくなり、最悪の場合、故障してしまうので、ヒーターや、氷を溶かすための作業員を常駐させている。このため、ただでさえ高い運用コストが、さらに跳ね上がってしまうのだ。コスト、といえば、話は変わるが、この寝台列車、ルシタニア号は、現在サービスが、かなり簡略化されてしまっている。その一端が垣間見えるのが、みんな大好き、食堂車だ。2012年頃まで存在した、トレンオテルの国際路線。フランスのパリや、スイスのチューリッヒ系統などでは、12から14両の客車が連なり、食堂車が、1編成に、2両も連結されていた。これは、タルゴの車体が13メートルと、極端に短いためだ。1両に、厨房と、客席をまとめられないので、思い切って、車両を機能別に分け、調理専用車両と、座席のみを配置した、レストラン専用車両に分割していたのだ。これらの豪華編成は、午後4時から、6時頃に、現地を発車。夕暮れの、フランスの大地、あるいは、スイスの山々を眺めながらディナーを楽しみ、真夜中に、国境を通過。翌朝、目が覚めたら、列車はスペインの広い荒野を、ひた走っている。なんていう、なんとも余情あふれる旅だったようだ。一方、現在リスボン線は、1編成8両まで減車され、食堂車は、1両のみ。座席は、横を向く、カウンタータイプで、調理は、レンジで温めるだけの、簡単なものだ。夜の10時前に発車し、翌朝も、7時頃に到着してしまうので、大半のお客さんは、車内で食事をしないんでしょうね。メニューには、ちゃんとしたお食事もありましたが、席についていた人はほとんど、お酒をいっぱいやっている感じでした。その分、それなりに活気があったけどな。けれどこの、マドリード、リスボン間の夜行列車も安泰ではない。この区間にも、高速鉄道の建設が計画されているからだ。スペインが保有する高速車両を使って、実際に調査走行を実施するなど、スペイン、ポルトガルの両国が、かなり前向きに取り組んでいる。そうなると、この寝台も、廃止に。まだまだ開通まで、時間はかかると思われるけど、いずれは、そうなっちゃうかもね。まあ今は、一旦最後になる、長距離タルゴの旅を楽しもうじゃないか。そうだ、タルゴで思い出した。ここでドイツ鉄道から皆様に、お知らせがございます。いいチケット、じゃないからね。2019年、ドイツ鉄道は、時期特急車両に、タルゴ客車を選定、23編成を、確定発注しました。現時点では、ECX という箇所が付けられています。ドイツに納入されるタルゴは、17両で構成される固定編成。こちらも一般的な客車と違い、車両の増減はできません。ドイツの特急列車としては最速の、時速230キロで走行できる予定です。さらに、編成の後端が、制御客車になり、機関車のつなぎ替えなしに、折り返し運転ができるようになります。ドイツの主要駅は、線路が行き止まりだったり、通り抜けタイプの駅でも、方向転換をする運用が多いので、短時間で折り返し作業ができる構造が求められるんです。ECX は2023年からベルリンを中心に長距離特急に着く計画で、一部はオランダのアムステルダムにまで足を伸ばします。この決定に続いて、北隣の国、デンマークもタルゴ客車を発注しました。それって IC14 の後継ですよね。
まさかの客車だとは意外でした。電車より安いし、タルゴは性能がいいからね。あと、車体が軽量で、消費エネルギーが少なく、線路への負荷が少ないのも決め手だったんだそうです。デンマークが発注したタルゴは、ドイツ鉄道版と、内外の仕様がほぼ共通です。これによって、調達コストを下げるとともに、ドイツ、デンマーク間直通特急に使う際、導入を容易にするのが目的です。でも、デンマーク編成と、ドイツ仕様には、いくつか違いもあります。まず、構成する客車の数が、少なくなり、デンマーク版は、短い13両編成になります。そして残念ながら、食堂車が連結されません。デンマークには、食堂車を組み込んでる列車がないので、この点は、仕方ありませんね。最後に、ドイツ仕様と違い、制御客車がなく、編成の両端に機関車をつないで走るのだそうです。なお、ドイツとデンマークが導入するタルゴは、共に、同じレール幅しか走らないので、可変機関装置は装備しません。なんだか最近急に、タルゴが、特急列車の一大勢力に食い込んできましたね。路線環境が厳しいスペインで鍛えられた客車だから、どこに行っても通用するんだろうな。それもあるけど、昔ながらの客車列車である、タルゴが注目され始めたのには、別の理由がありました。近年のヨーロッパは、新幹線のような、動力分散方式の高速列車が主流になりつつあります。しかし、鉄道会社では、これまでになかった問題が、浮き彫りになっていました。一から新設計する列車は、安全性や、環境対策、そして、車体に深刻な欠陥がないか、いくつもの厳しい審査をパスしなければなりません。この基準は、年々高くなる一方で、新型車両は、設計から、製造開始までの間、そして、車両が完成してからも、実際に運転を開始するまでに、時間がかかるようになったのです。加えて、発注主である鉄道会社は、なるべく広範囲に、新型車両を走らせようとします。そうなると、異なる電化方式や、車上信号の送受信装置を、いくつも用意する必要が出てきます。その上、安全と整備性向上のため、センサーなどの電子部品が多数設けられ、車両自身の機能が大幅に増やされました。こうした情報の統合や、信号の切り替えは、搭載されたコンピューターが受け持ちますが、機能が増えた分、制御ソフトウェアが複雑になっていったのです。当然、開発にはお金も時間もかかりますし、プログラムの量が多いと、不具合も起きやすくなります。現に、車上コンピューターのソフトが、なかなか完成せず、年単位の納入遅延が発生する車両が、各国で散見されていました。鉄道側は、発注した車両が、予定通り来ないので、せっかく計画した、新しい路線や、増発ができずにいたのです。そこで目をつけたのが、原点回帰となる、客車と機関車による列車、タルゴでした。客車はざっくり言えば、ただの箱と車輪ですから、開発が容易で、製造費も安価です。それに、構造、機能が簡素なので、必要な認証や、制御プログラムも少なく、短期間で納入ができます。おまけに、列車を動かす、新型機関車の開発が遅れていたとしても、すでに認可を取得している、従来の機関車で代用が可能ですから、新車の投入計画に、ズレが生じにくいのです。また、タルゴは、床が低く、ホームとの段差がほぼありません。特別な器具や、介助なしに、車椅子の方が乗り降りできるなど、バリアフリーの面でも優れていることが、ドイツ鉄道の求める条件に、合致していました。と、話が一段落したところで、いい時間になったので、今晩は、ひとまず解散しようか。そうだな。再生時間が、とっくに20分超えてるし、この様子じゃ、25分超えますよ。二人とも、寝たいこと言うの、禁止。それじゃあ、おやすみなさい。で、いいのかな？ゆっくり、枕投げ大会しよう。今回お前と一緒の部屋なのかよ。翌朝、目が覚めると、列車は、ポルトガル国内を走っていました。周囲は霧がかかり、海に近い町らしいお天気です。到着30分前になると、個室のカードキーが回収され、扉が開きっぱなしになります。
いきなり車掌さんが各部屋を訪れますから、それより前に身支度を済ませておくのがいいでしょう。まだ時間があると思って爆睡してた、ゆっくりのとんでもない姿をお見せしたかったです。この辺りで、次第に列車は、速度を落とし始めます。そして、古い街並みや、コンテナが並ぶ岩壁の横を通過し、帝国に、終着地、リスボン、サンターポローニャ駅の構内へと、進入していきます。ここは、1861年に開業した、歴史ある駅です。けれども、市内中心部から離れているためか、駅自体の規模は小さく、人通りも多くありません。この寝台列車に乗っていたお客さんも、大半が、中心地が近い、一つ前の駅で降りていました。確かに、町から離れた場所に設けられた駅って感じで、大きなターミナルの雰囲気はしませんね。ただ、こういう駅は、周りの車庫に、いろんな車両が止まってるのが見れて楽しいんだ。ホームでもない場所に、客車や機関車が止められていて、本当に、操車場、ですね。窓の外にいる電気機関車は、シーメンス製の5600型と言います。マドリードを発車するときに、このトレンオテルを牽引していた機関車、スペイン国鉄252型の同型車です。両車は、デザインや性能が、ほぼ同一ですが、スペイン版は、直流電化で作られているのに対して、ポルトガルの車両は、交流電化のみに対応しています。とまた、降りましょう。一晩、お世話になりました。到着と同時に、車内清掃が始まる列車を降り、先頭に回ると、機関車が、ポルトガル国鉄の赤い車両に変わっていました。いつの間に、って、そりゃあ、夜中に国境を越えた時か。それにしても、やっぱり、背が低くて短い、タルゴの外観は異様ですね。ポルトガルで走っているのは、見慣れた普通の客車のようだから、なおさらです。機関車とも身長差が、かなりあるもんね。そもそも、この国って、どんな車両がいるか、よく知らないんだよな。そうですかそうですか。ならば、実際に調査してみましょう。でもひとまず今回は、この辺りで、お開きにしたいと思います。皆様、長かったスペイン珍道中を、ここまで見てくださり、ありがとうございました。